はい、すいません、挨拶してもよろしいでしょうか。あ、はい、大丈夫です。インターンの斉藤です、よろしくお願いします。斉藤君、はい、はい、よろしく、よろしくお願いします、はい、あれ僕担当だっけ。あ、いえ、太田さんのところで。太田君ちょっと大変かもなんだけど、はい、頑張ってください。はい、頑張ります、はい、まあ、そこに座って待っててください。はい、はい、よろしくね、お願いします、うん。今日は簡単なお仕事だから、はい、あの資料をまとめたりとか。ついた形でやってくれればいいからさ。はい、本当に分かんないことばっかなんですけど、よろしくお願いします。力抜いてね。はい、うん、モツ君、はい、どうしたんだよそれは。ああ、なんか今新卒担当で、入社後の、あの新卒紹介 VTR 撮ってて、はい、すいません、あれ新卒で4月に入る人です。はい、はい、すいません、勝手に撮っちゃいました。ダメだよ、ちゃんと断らない。でもまあ、あの後でインタビューとかしないといけないから、それだったらちょっと時間、はい、大丈夫だよね。はい、大丈夫です。うん、で小松君も時間を与えるからさ、あのインタビュー、あの、あ、撮って大丈夫なんですか？うん、許可出すから。はい、で、うん、ありがとうございます。うん、はい、お疲れ様です。あ、お疲れ。田中さんから時間が空いたらインタビュー受けてきてって言われたんですけど。あ、時間空いたの。はい、さっきの子だよね、はい、この名前、あ、そうです、名前なんだっけ。宮崎凛です。宮崎凛ちゃん、はい、はい、よろしく。はい、お願いします。で、インタビュー、はい、そう、受けてもらいたくて。はい、何喋ると思う？みんなに聞いてる感じですか？そうなんですよ。今僕が来年度、はい、まあ、今度の4月に入る新卒社員の担当なんですよ。はい、で、新卒社員の PR 動画みたいなのを任されてまして、はい、それ用でどんな人が入ってくるのかをちょっと聞いてます。はい、宮崎さんにも話聞きたいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。何分ぐらい時間あるって言ってた？あ、全然、多分30分後ぐらいに戻るって言ってたので、うん、ちょっと、いろんな話するんで、はい、場所ここじゃなくて、はい、別の場所に移動します。わかりました。はい、はい、会社見学の時ってさ、はい、屋上って来たりするの？あ、来てないです。あ、来てない。はい、初めてだ。こんにちは。こんにちは。寒いですか？ちょっとだけ。嘘です、中入りましょう。寒いからね。ありがとうございます。名前、年齢、職業から。名前、年齢、職業、はい、はい、宮崎凛です。年齢は22歳で、職業は大学生です。宮崎凛ちゃん22歳、ストレートか。じゃあ、はい、はい、社員証作ってもらったの？はい、もう卒業してたけど、はい、大学生ということで、はい、大学では何やってたんですか？部活とか。部活はちょっとだけやってました。ちょっとだけ？ちょっとだけ、なんかあんまり、うん、そうですね。何部？卓球です。卓球？はい、卓球できるの？できる、うん、なんかそうですね、やってましたね。エアでやってみて。え？はい、はい、左利きなの？あ、そうです。あ、そうだった。バイトとかってしてた？バイトはいろいろしてました。してた、はい、接客業をいろいろやりました。接客業、はい、風俗とか？やってないです。やってない。接客するから。いや、違います、違います、そういうのじゃないです。あ、そういうのじゃない。あの、本当にコンビニとか。コンビニとか、はい、
休みの日って何やってるの？休みの日はバイトがなかったら結構アニメ見たりゲームしたり漫画読んだり、オタクっぽいことしてます。意外とオタクっぽいの？そうですね、そう、結構意外って言われるんですけど、うん、めっちゃオタクです。好きな作品の愛を語ってください。あの、そのアニメ好きって言っといて、うん、あのこうリゼロとかそういうところに行かないのは申し訳ないんですけど、うん、ケロロ軍曹がめちゃめちゃ大好きで可愛いアニメだね。いや、すごくいいアニメなんですよ。何がいいのそんなに？あの、家族愛がすごくて、家族、私はあの家族に混じりたいんです。家族大好きっていうか、うん、大好きです。大好きです。仲はいいですね。仲いいですか？喧嘩とかもしない？あ、全然しないです。兄弟はいるの？姉がいます。姉、はい、仲いい？仲いいです。顔似てる？顔ですか、うん、あの、私ハーフなんですけど、私よりも姉の方がもっとタイ人寄りの顔をしてますね。タイと日本？あ、そうです、タイと日本です、うん、え、タイ生まれはどっち？生まれはタイで、うん、6歳から日本に来ました。なるほどね。彼氏は？いないです。いないの？はい。どのぐらいいないの？2年半。2年半。今まで付き合った人数とかは？はい、言わないといけないですね。そうですね。5人かな。5人。5人だと思います。3人だったかな。経験人数は？経験人数は5人です。経験人数ははっきりしてるんだね。はい、本当に。残りの2人はワンナイト的な感じです。AV はたまにちょっと、はい。どういう AV 見るの？どういう AV？ いや、全然なんか、どういうの？答えづらいんです。答えられます？答えないというのは？ないです。SOD のは何個か見ました。オナニーはどのぐらいしますか？いや、答えたくないです。答えたくない？はい。じゃ、言いづらかったら、週に何回かだけ、週に何回か、指で教えてください。めっちゃ恥ずかしいんですけど、猫っぽいらしいんですよ、すごく。へえ、猫っぽい。で、なんだろう、結構気許しちゃうと、うん、例えばここに友達が座ってると、はい、私、人に足乗っけるのがすごく好きで、ほう、もちろん靴脱いでですけど、はい、こうやって足乗っけちゃいます、友達のだとか、はい、なんだろう、こう、信用しちゃうから、ちょっと、はい、取ってとか、なんか許してくれる。猫みたい。猫みたいらしいですね。結構なんか甘えるように見えないらしい。見えないですね。甘えちゃいます。そう、今すごい真面目だから、うん、まあ、今後見えてくるのかな。猫っぽいところが。なんか、うん、男性には全然してないんですけど、女性で仲いい子がいるとすぐくっついちゃったり、ハグとかしたくなっちゃう感じです。そうですね。はい。ですね、なんか結構何でもやりたいんですけど、うん、あのユーザーの方々と直接関わる機会
があったらすごく嬉しくて、なんか自分もその好きなアイドルとか行ったんですよ、はい、でその時にライブとか行ってみてすごい楽しいし、こうやって楽しませてくれる舞台の裏側じゃないけど、そっち側ってどういう気持ちなんだろうってすごく考えて、だから SOD ってシャインバーとか、酒場とかあるじゃないですか、はい、そういうところに出れたら嬉しいなって思います。なるほどですね、はい。私はエッチなことが人一倍好きだし、エッチなことを好きな人が好きなので、この仕事が天職だと思います。協力してくれる全ての人に毎日感謝しながら励んでいきたいと思います。えいえいおっぱい。美味しいですか？めちゃめちゃ早いよね。すごい、ずっとカメラがあれ追ってる。あ、そっか、私を追ってるのか。そうそう。なるほどね。
私さ、昨日ね、会社帰りにナンパしてきた人とやっちゃったんだけど。そんなことあるの？しかも、デカチンだったんだよね。やっぱいいよね、デカチンね。え、いい？ね、え、でも大きいのよりさ、普通のサイズの方がなんかいいって言わない？エコ、エコ。エコ優しい。ま、マンコミ、マンコミ優しいって言うよね。むちゃくちゃ、ぶっちゃけすぎ。言わないっけ。話し方わかる？多分大丈夫です。タオル系こっちね。はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあさ、はい、この辺見といて。はい、ちゃん、マジさ、愛想いいしさ、はい、いや、すごい可愛いしさ、ありがとうございます。超いいよね、なんか、え、うん、女優さんとかさ、やらないの？いけるよ、え、ね、私が、うん、いやいや、その辺の人より絶対可愛い。絶対可愛いよ、全然そんなことない。超いいよ。いや、言いすぎです。いや、だってこっちが言ってるの、こっち ね、いやいやいや、え、そんなつもりで、え、あの、入ったわけじゃないので。そうなの？はい、超みたいな。だってほら、ね、シルエットもいいからきっと想像しちゃうな。あ、お疲れ、入って入って。はい、お疲れ様です。疲れ、はい、じゃあここに座っちゃってください。はい、失礼します。仕事とか大丈夫だった？あ、大丈夫です。はい、で、ちょっとあの、はい、宮崎に、はい、話があって呼び出しました。え、なんか来られるようなことしましたか？そうなんです。なんでしょう。ちょっと、はい、っていうのは嘘なんだけど。いや、全然怒る話とかじゃなくて、はい、まあ、ちょっと聞きたいというか確認したいというか、はい、話したいことがあって、はい、呼び出したんですけど、はいはい、宮崎ってさ、はい、まあ、入ってまだ時間全然経ってないけど、はい、インターンで、1ヶ月じゃないか、1ヶ月ぐらいか、はい、働いてから入ったじゃん。はい、はい、SOD にはなんで入ったの？なんで入ったの？え？こういうエロい系のことが好きだから。エロい系のことが好きだから。、はい、エロいのをすることがってこと？いや、なんかそういう業界が
いいなと思って、はい、自分がってことではなくじゃないくて、はい、でもエロには興味があるんですよね。エロには興味があるって、はい、あります。意気込み動画撮ったじゃん、はいはい、あの時も、はい、すごい一人だけ長い文章が、ね、はい、そうそう、あの時も言ってたから、はい、まあ、やっぱり興味あるのかなって思って、うん、はい、はい、でですよ、はい、何でしょう、ちょっと聞きたいことがあって、はい、宮崎って、はい、AV、はい、に、はい、出ることって興味ある？私がですか？あ、そう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 、ん、エキストラってことですか？いや、もうちょい、ええ脱ぐってことですか？そう、えAV に出て、はい、脱いで、はい、エッチ、いやするって ないです。本当に？いや、無理です無理です無理です。なんでこの会社入ったんだっけ？いやいや違うんですよ、ちょっと待って。え、あのなんかそういうエロいことは好きなんですけど、うん、自分がしたいとかっていうのは全然考えたことなかったです。うん、ちょっとこれ、はい、これ思ったんですけど、僕さ、はい、新卒の、うん、まあ新卒動画、はい、担当じゃないですか、はい、で宮崎のこととかも、はい、まあ、ちょこちょこ撮ってるの知ってたよね。あ、そうでした、ね、はい、まあ、インタビューしたり、はいはいはい、意気込み撮ったりしたじゃないですか、はい、でそんないろんな動画を撮ってる中で、はい、ちょっと宮崎の動画なんだけど、はい、見てほしいものがあって。あ、見ていいんですか？じゃあ、はい、ちょっと再生できる？はい、何が見えてる？ちょっと待ってください。これ入社したばっ。もう一回見せて。消していいですか？なんか入社したばっかの時さ、はいはい、デスクで、はい、すごい勢いでエロサイト見てる新卒いるなって思って撮ってたら宮崎だったんだよね。でも、お仕事として。この反応、お仕事？いや、それはでもちょっと、ね、じゃあ次、はい、次、はい、動画ね、まだあるんですよ、はい、再生して、はい、これ覚えてる？え、いつですか、これ？1、2週間前ぐらい、なんか女子会みたいな感じでみんなで話してたじゃないですか、はい、それもちょっと素材もらったんですけど、はい、見てください。何なんですか？宮崎がエッチな話してる時にすごい見たことないぐらい嬉しそうな顔してた。いや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 、そんなことないですよ。で、顔見てよ自分の。ちょっとこんなドアップ。いや、意外とエッチな話好きなのかなってこの時思ったんだよね。いや、でもそれは楽しかったですよ。楽しかった、うん、そういう話。でも自分もデカチンのセリフ欲しいとか思ったんですよ。いや、全然全然そんなことないです。本当に？はい、本当ですか？本当ですか？じゃあまあ次行きましょう。3つ目、はい、これ倉庫でさ、椅子に片付け、はいはいはい、やったじゃん、はい、その時僕が、はい、まあ、女優さんこれ好きだよって言ってたやつあったじゃん、はい、宮崎の顔ね。あ、それどんなことを考えてた？え、全然何も考えてないです。何も考えてなくて、これそれもう 本音が出ちゃってる。何ですかこれ？いや、まだあるから。嘘でしょ？まだあるんですよ。じゃあ最後、はいはいはい、ちょっと多い、すごい、これ最後だから、はい、何が映ってますか？
が映ってました。ちょっと待ってください。無理無理無理。編集室で、ね、宮崎いたから、あ宮崎だとろー、まあ、真面目に働いてたからね、とろーって思ったらちょっと取れちゃったんだよね。もう一回見て。いや無理です無理です。これ宮崎で会ってるね。いや私待って、恥ずかしすぎて死にそう。でこれ見た時に、はい、興味あるなら出ちゃえばいいじゃんって思ったんだよね。いや本当に違うんですよ。もう本当にただそういうことは好きだけど、うん、全然出るつもりで入ったわけじゃないので。いやみんなそう言う。いや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 、みんなそう言います。いやいや、だって中山仲いいよね。はいはいはい。中山も出てるんですよ。そうですね。しかも入社前のインターンの時に、はい、から出ちゃってるんですよ。はい。でね、うん、仲いい宮崎も一緒に仲良く出ちゃえばいいじゃん。僕はね宮崎のことを思ってそう言ってるんですよ。え？中山人生変わったって言ってたよ。いや、いやでもやっぱり、はい、僕もそうだし、はい、他のスタッフも、はいはい、宮崎本当はちょっと興味あるんじゃないかっていう話になってまして、でもし、はい、まあね、急に言われたからやっぱり否定するのは分かるんだけど、はい、一回試しに取ってみないですか。本当に一回だけ、うん、まあ、人も少ない中でちゃんとした男優さん呼んで、はい、でまあ緊張はすると思うけど一回カメラの前でエッチ撮ってみて、でそれでいけそうだったらそのまま続けてじゃあ私やりますってなればいいし、はい、逆にダメだったらまあ素材消すからやっぱり私ダメですっていう風にもできるんですよ。なるほど。だから一回出ちゃいましょう。宮崎さん、はい、今日ついに今日が来ましたよ。はい、ドキドキする。じゃあ何するんでしたっけ。ええ、ちょっと言えない。言えないですか。言えないある。ないです。まだない。まだない、うん、空気のきれいなところで、はい、はい、行おうかなと思いまして、はい、ちょっと遠くに来ました。はい、はい、すごい。今東京に住んでるんだっけ。東京です。うん、生まれは。生まれはバンコクです。うん、今日はずっと宮崎さんのことを撮りますからね。いやめっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。
今一番強い感情って何？緊張です。緊張、うん、うん、人生で何番目に緊張してる？人生で一番かもしれない。こんな緊張することあんまりないんですけど、うん、あんまり緊張しないタイプ？多分、うん、なんか面接とかも繰り返し練習してたら緊張しないんですけど、ちょっとそれとはまた別だから。そうだな。中山ちゃんに何て言いたい？何て言いたい、うん、何か言うとしたら、ソファについててほしい今。ありがとうございます。はい。じゃあ。ありがとうございます。土足でいいみたいです。こっち向いてください。今日はなんでこの服を着てきたんですか？なんか清掃系かなみたいな。初めてするし。はい。ここで靴脱ぎましょうか。はい、ありがとう。じゃあ開けてください。最後に言い残したことは、草に思いつかない。じゃあ頑張ります。じゃあここ、はい、自分で、はい。
なちっちゃい彼だったの。はい。凛です。それカメラ目線してくれるんですね。カメラ目線どっちの方がいいんですか。いいです。じゃあカメラ目線しましょうか。はい。今日ははい上の以上かな。はい。連れてこられたので僕が拉致したわけじゃないそうですね前回ね、はい、小松が宮崎さんに AV 出演というか、はい、まあ、カメラの前ですることに興味があるんじゃないかと思って話をして、はい、あの時はねちょっと決断までいかなかったけど、はいはい、で1回試してみないっていう提案をしたら、うんとは言わなかったけど今日ここに来てくれてるってことは、はい、まあそういうことなんですかね、はい、なんでほっぺ触ってる。なんか緊張しちゃって緊張してもう大雄さんもすぐそこにいるので、はい、全然すぐ呼びちゃうんですけど、はい、待った方がいいですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。まあね、本当前も言ったけど、はい、嫌だったらもうそこまでって、はい、いいなってなったら別にそのまま続けてもらって、はい、はい、そこだけは守ってください。はい、はい。はい、猫ちゃんに何て言いたいですか。猫ちゃんにただいま。ただいま。ただいまって帰ったらただいまって帰ったらね。じゃあ、はい、呼びます。はい。お願いします。はじめまして。あ、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあまあ座りましょう。あ、おー、あ、失礼します。あ、ありがとう。はい、はい、うちの社員の宮崎蓮です。うん、よろしくお願いします。あ、田淵です。よろしくお願いします。宮崎さん、はい、知ってる。あ、はい。今日誰が来るかとか伝えてなかったんですよ。あ、そうですか。はい、知ってると。あ、知ってる。はい。見たことある。多分あります。いいですね。こっからもう、はい、任せちゃうんで。はい、うん、そうです。あ、初めてだっけ。初めてです。うん、凛ちゃん。はい。じゃあ始めましょうか。はい、よろしくね。よろしくお願いします。どういうエッチが好きですか。どういうエッチ、なんかリードしてもらえるエッチが好きです。うん、そうかそうか。あんまり経験ない。はい。そう、
持ちいいですか？気持ちいい、暑い、ね、すごい楽しそうな顔してますね、はい、昼間だって、はい、ね、ずっと不安そうな顔してた。そうですね、ね、本当にずっと緊張してました。本当に？はい。今はその緊張は消えました？ある程度。ある程度は。ある程度は。ある程度は。今振り返ってみるとどうですか？冷静になってみて。いやいやいや、そうだろう。え、結構本当になんか夢中すぎて、うん、覚えてます？あんまりちゃんと覚えてないです。泣いてましたよね。泣いてましたね。あれよくあるんですか？いや、初めて泣きました。初めて？うん、なんか初めて泣きました。痛いとかじゃなかった、ね、じゃないですね、なんか、うん、気持ちよすぎて、それに対して自分の驚きがすごくて、あ、ダメだって感じです。そう、なんかもういろいろ感情がパーって上限まで上がって、ポロポロっと涙が出て、自分でもびっくりしました。びっくりしました。何回行きました？いや、もう覚えてない。もうなんか数える余裕ないですよ。普段あんなに行っちゃうんですか？いや、多分あんなに行かない。でも僕はさっきのを見て確信しちゃったんですよ。なんでしょう、うん、出た方がいい。出た方がいいですか？自分ではどう思った？でも楽しかったね。楽しかった。楽しかった。恥ずかしい。じゃあまあ、はい、特に拒否とかがなければ、はい、ね、この後も撮影続けていこうかなと思います。はい、一応自分の口からどうするかだけ。やるかやらないからね。やります。自撮りとかできるかな？自撮り？できないか。え、怖い、カメラ持つの。嘘、うん、両手で持てる。本当ですか？うん、怖い怖い。どうしたらいいんですか、これ？光当たってますよ。え、あ、これね、あ、光で当たった。ちょっと消えるんで。どうしたらいいんですか？そうですね、うん、逆に言えない。言えない？言えない。さっきの感想とか意気込みとか何かあるんだ、まあ今思ってることとか何かあるんだったら、ちょっとそれに入れといてください。そんななんか感想は本当に夢中すぎてあんまりよく覚えてないんですけど、なんか最初行った時行ったって言えなくて、でもあの泣いちゃった時が一番最初に行った時で、もうなんか高ぶりすぎて気持ちよすぎて涙が止まらなかったことに自分でびっくりしましたですね。あとなんだろう、なんかその自分のしてるところをこう他の人たちに見られてるのが思った以上に恥ずかしくて、でもなんかそれも楽しいって思っちゃった自分がいてびっくりしてます。はい、以上です。終わりました。
て。はい。はい。失礼します。失礼します。なんでそんなかしこまってるの。ここ乗っちゃっていいの。あ、座っちゃっていい。はい。順調。ね。はい。はい。え？何考えてます？え？なんだろうと思って。なんだろうですよね。さっき足湯のとこで何喋りましたっけ？え？感想？感想。1回目のセックス、はい、カメラの前での初めてのセックスの感想。はい。ちなみに何て言ってました？え、夢中であんまり覚えてない。夢中であんまり覚えてない。はい。でも気持ちよかったですか？気持ちよかったです。カメラ撮ってる？カメラに言ってみて。気持ちよかったです。ですね。はい。さっき僕が見てた限りでは、はい。もう5回以上は行ってたのかなと。本当ですか？まあ、これを見る人がね、どう思うかは分からないですが、はい。5回以上は行ってたかなと。まあ今日はあの、はい、宮崎凛ちゃんの日なんで。はい。会社も休みだし、はい、撮影というかできてるんで、はい、まあ、特別ゲスト、特別ゲスト、特別ゲスト呼んでるんですよ。はい、はい、呼んでいいですか？はい、はい、え、何？あ、どうも、はじめまして。はじめまして。お邪魔します。どうも。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。何ですか？あ、なんか体が疲れてるって聞いたんで、はい、呼ばれてきたんですけど。あ、え、そうなんですか？え、はい、まあ、体を癒すのが、はい、とても得意な人です。はい、癒しに来ました。ありがとうございます。ね、凝ってるでしょうから、はい、体をね、はい、いっぱいマッサージしますからね。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、オイルを使うんで、はい、汚れてしまうから、はい、お洋服を脱ぎましょうか。あ、はい、ん？はい、え？あの、はい、オイル使うんですよ。はい、うん、洋服の上からだと、はい、できないでしょ。はい、なので、はい、脱いだ方がいいっすよね。はい。脱げます？あ、大丈夫です。え、じゃあ、え、手伝って思いますか？あ、大丈夫です。あ、手伝いましょうか？あ、いや、え、あ、ここで、はい、ここです。はい、え、さっき僕を見ましたよね。はい、え。何の笑顔ですか？え、いや、何でもありません。何でもありません。はい、はい、緊張してる。はい。何緊張？え、なんかカメラが回るとちょっと緊張するじゃないですか。そうなんですか？はい。撮られてる時に緊張してた。あれは、夢中すぎて覚えてない。覚えてない。中間ちゃんどうでした？最初はめちゃめちゃ緊張しました。もう緊張した。恥ずかしいって思ってたし、うん、なんかスタッフさんすごいいっぱいいたから。あ、そんなにいたの？その中でやるのかって思うと、でも最初頭の中真っ白でした。なんか友達隣にいてね、そういう話ってするの？二人で。あんまり、あまりしてこなかったよね。してこなかった。でもね、中野ちゃんは勝手にね、
勝手に言われちゃってるから怒ってないの怒ってる、ちょっと怒ってる勝手に出されてたら結構怒りますよでもりんちゃんの場合はね、そうじゃないもんね、ちゃんと僕が説明して、そう、交渉されたそうなので、1回目やってみて、いけそうだから、じゃあ続けていきますっていう、ね、でも、今回本当にやるってなったのは、本当になんか身近な中山ちゃんがやってなかったら絶対ありえなかったです。自分から進んでやりますっていうのは絶対なかったなかった、うん、この先もこの先も先も中山さんいる限りは私がいなかったらどうなる、中山ちゃんは、まあ、女子社員が本当に少ない中で、でリムもこうやってなんか出るって決めてくれたから、なんかなんだろう、まだまだね分かんないことだらけだけど一緒に頑張りたいなって思います。一緒に頑張ろう。やってきます。ここはどこですか？会社の3階にあるね、オフェアスタジオ。すごい。なんでりんちゃんここにいますか？なんでですか？この前、はい、ちょっと遠く行ったじゃないですか。はい、そうですね。何しに行ったんだっけ？観光だっけ？いろいろしに行きましたいろいろしましたね、はいはい、で、今あそこから、はい、やめてないってことは続けるということで、はい、大丈夫ですか？ここで前は撮影スタッフいたけど他の人いない状態でオナニーしてもらいます。ここでですか？はい。え、オナニーしたら、はい、普段の業務に戻ってもらいます。本当ですか？はい、絶対この休みの時間を利用して、はい、本当ですか？普段の宮崎さんをカメラに収めるって、はい、普段オナニーどのぐらいするの？どれぐらい？うん、うん、夜、朝、夜どこでするの？家のベッドに。ベッド、はい、じゃあベッド行きますか？本当にするんですか？本当にします。お願いします。じゃあパーカー脱いじゃっか。
もう上脱いちゃうんですか？上は、ちょっとキャミソールになります。いるかというと、今会社にいるんですけど、そして今、いつも働いているところに向かってます。なぜそこに行くかというと、あの先輩の小松さんに、せっかく AV に挑戦するならやりたいことをやった方がいいんじゃないっておっしゃっていただいて、だったら本当に経験もない男性2人とのプレーをしてみたいなっていうお話をしたら、今なんと用意してくださったみたいで、そこに一人で向かっております。すごい緊張する。どうしよう、あと2回でついてる。本当に用意されてたらびっくりしちゃうかもしれない。いや、多分小松先輩のことだから用意してくれてるんだろうけど、すごくドキドキと緊張が激しいです。ああどうしよう、もうついちゃう。待って、結構疲れますねこれ。ちょっとまだフロアに入ってないんですけど、ちょっと緊張が。いきます。失礼します。到着しました。どうしたらいいんだろう。じゃあなんかこれから始まるみたいです。どうも、はじめまして、男優の松山です。どうも、こっちです。はじめまして、よろしくお願いします。映ってます、あ映ってますね。映ってます、どうぞ。進めます。お座りください。失礼します。終わったね。終わりましたね。そうですね、はい、どう、率直な感想は。でも思ってたのと全然違いました。全然違った、はい、どこら辺が。どこら辺が、温かかった。温かかった。あの接してくれる皆さんが温かくて、うん。恥ずかしかったですか？恥ずかしかったです、すごく。なんか最初泣いたんじゃないですか？泣いてたね。あれはもう本当に恥ずかしさとかも感情がピークにいって、うん、自分でも驚きました、涙が出て。一番恥ずかしかったのは？一番恥ずかしかったの？オナニーが一番恥ずかしかったです。一番最初のセックスとかでもないんだ。やっぱオナニーの。うん、恥ずかしかった。
だって、何万人も見る。ちなみに何が一番気持ちよかったですか？気持ちよかった？うん、覚えてないです。思い出して。やっぱ 3P なんですね。なんかやってみたいって言って初めてやったじゃないですか、はい、3P は良かった、はい、1回目と2回目もなんかすごい、いやすごい行きまくってるなって。もう本当に難しい。難しいですか、はい、ね、お礼を言って締めましょうか。はい、はい、カメラ目線がいいかな、はい、向こう側にいる人たちを想像しながら。よいしょ。ありがとうございます。それしか出てこない。Thank you.